イングランドとウェールズの結出した、自然美北アイルランドの結出した、自然美のエリア特別自然美観地域は、イングランド、ウェールズ、または北アイルランドの田舎のエリアであり、重要な景観価値があるとみなされ、保全が必要とし、指定されている。栄養部を決めるのは、それぞれの国の公共団体、ナチュラルイングランド、ナチュラルリソーシズウェールズあるいは、ノーザン。 アイルランドエンバイロメントエージェンシーである。イングランドのコッツウォルズ、ウェールズのガワー半島と北アイルランドのジャイアンツコーズウェイはエアン部の例として挙げられる。エアン部の代わりにスコットランドは同様の国家景観地域が指定。結出した自然の美しさの地域は英国の国立公園と同様の開発からの保護レベルを享受していますが国立公園とは異なり、 責任団体には独自の計画権限がない。また、大規模な屋外レクリエーションの機会が限られている点で、国立公園とは異なる。最終的に、永安部の指定となるアイデアは、イングランド及び、ウェールズの国立公園に関する1945年の政府への報告で、ジョン・ダワーによって最初に提唱された。ダワーは、サイズが小さくや生成がないために、 国立公園としては適さない、特定の自然に美しい景観を保護する必要があることを示唆。これらの、その他のアメニティエリアの指定に関するダワーの推奨は、最終的に1949年の国立公園と田舎道へのアクセス事業で永安部の指定として具体化された。永安部の指定の目的は、指定された景観の自然の美しさを保存及び強化すること。 次の二つの目的がある。田舎を静かに楽しむ必要性を満たすことと、そこに住み、働く人々の利益を尊重することでこれらの目的を達成するために、永安部は計画管理と実用的な田舎管理に依存。なお、景観の質は同じであるため、永安部はイングランド及びウェールズの国立公園と比較される可能性もある。国立公園は、 英国の多くの住民によく知られているが、対照的に英安部の多くの居住者がステータスを知らない、可能性があることを示す証拠がある。ただし、全国英安部協会は、地域コミュニティの英安部の認知度を高めるために取り組んでおり、2014年に Google マップに、イギリスの英安部の境界線を表示するよう、交渉された。最初に指定された GoA 英安部の スリークリフ米の眺め。英国には46のエイアンブがある。最初のエイアンブは1956年に南ウェールズのガウアー半島で指定された。最近確認されたのは1995年のデイマーバレーエイアンブで、既存のクライディアンレンジエイアンブは2012年に、クライディアンレンジとディーバレーエイアンブを形成するために、拡張され、ストランフォードラフトレキールコースとエイアンブは合併され、 単一として2010年の永安部で再指定された。永安部は土地の大きさ、種類、使用法、及び部分的、または完全に一般公開されているかどうかによって大きく異なっている。最小の永安部はシリー諸島16平方キロメートル最大のものはコッツウォルズ2038平方キロメートル。イングランドとエールズの永安部は 両国の田舎の約18%をカバーしています。北アイルランドのエアン部は、共に北アイルランドの海岸線の約70%をカバーしている。イングランドとエールズのエアン部は、もともと国立公園、1949年の国立公園、田舎道へのアクセスと同じ法律の下で作成された。アン部とは異なり、国立公園には、 同情的な発展を防ぐ特別な法的権限があるが A 安部は一般に大臣によって任命されたメンバーを含む特別委員会によって地元当局の責任を維持しそして教区によって非常に限られた法的義務のみが元の1949年法によって A 安部内の地方自治体に課されたのである。現在行われているのもで政府は最近持っている 国家計画政策フレームワークでは、A 暗部と国立公園は、警官の問題に関する決定を計画する際に、同等の地位にあると述べている。多数の地方自治体に広がる2つの A 暗部には、保護委員会として知られる、独自の法定機関がある。旧サセックスダウンズ A 暗部で2010年に、建設中のファルマースタジアム環境及び田舎のグループの間で A 暗部の地位が、 ますます開発の脅威にさらされているという懸念が高まっている。イングランド農村保護キャンペーンは2006年7月、多くの永安部がかつてないほど大きな脅威にさらされていると発表し、特定の3つのサイトが挙げる道路計画によって脅かされている、ドーセット永安部、サセックスダウンズ永安部のサッカースタジアムの脅威、そして他のどの地域よりも大きいのが1ポンド、 インペリアルカレッジロンドンによる、ワイノケントダウンズの数百エーカーの永安部土地に、数千の住宅とオフィスを建設する10億計画。2007年9月に、政府は、サセックスダウンズ永安部の境界内にあるブライトンと、ホーブアルビオンの新しいサッカー場の開発について、環境保護主義者による激しい戦いの後、ついに承認された。ファルマースタジアムとして知られるその後の開発は、 2011年7月に正式にオープンした。同セットのウェイマス救済道路は環境団体がその建設を阻止するための高等裁判所の提訴権利を失った後、2008年から2011年の間に建設されたもの。2006年にエイドリアン・フィリップス教授は、栄安部が直面する脅威をリスト化。彼は、 明らかな大きな脅威が将来の土地管理への支援、開発圧力の増大、グローバル化の影響、気候変動に対する不確実性であると発表。より微妙な脅威には、忍び寄る、郊外化と、園芸グロッサリオブ・イクエストリアン・タームスもある。旧エリア2005年にニューフォレスト国立公園が設立されたことで、サウスハンプシャー・コーストエイアン部がそこに組み込まれた。 イーストハンプシャーとサセックスダウンズのアン部は2010年にサウスダウンズ国立公園に置き換えられた。ノート以下はナチュラルイングランド提出された新しいアン部の正式な提案です。2019年のランドスケープレビューレポートは自然イングランドのリストにリストされていない提案をさらに好意的に言及しています。サンドストームリッチアンドベール・オブ・ベルベオー。 ありがとうございます。